前半を彩ったお二人、イヤ役新垣結衣さん、そして源義経役菅田将暉さん、どうぞステージへ お上がりください。そして主人公一家北条家を演じた皆様にもお上がりいただきます。政子役小池栄子さん、そして北条時房役瀬戸康史さん、続いて前次役梶原善さん、与え役菊池凛子さん、お願いいたします。続いて小池栄子さん、よろしくお願いします。三谷さん、この度は本当におめでとうございます。三谷さんのおかげで、1年半とても楽しい時間が過ごせました。毎回どんな本が来るのか、どんなセリフを言わせていただくのかがワクワクしながら過ごしました。そして今日三谷さんのおかげでこうやって鎌倉殿のメンバーとまた再会できたということもとても感謝しております。ただ北条家の皆さんも壇上にって言われて、隣の大泉さんは俺はいつになったら北条家に入れんだってぼやいてたので、そこのフォローだけよろしくお願いいたします。本当に今日はおめでとうございます。小池栄子さん、ありがとうございました。三谷幸喜さんの今日は向田君ご師匠、大変おめでとうございます。本当にそうそうたる皆さんのご挨拶の後に最後を飾るのはということでご紹介いただきました後に、会場から笑いが起こったのが大変印象的でございました。お前かみたいな空気の中で出てまいりましたけど、本当に三谷さんにはいつもいつも私も先ほど B 作さんの挨拶の時に、私今ちょっと B 作さんと挨拶が混ざって挨拶って言ってしまいましたけどすいません、ちょっとマイクでお願いします。私が大学、まさにだからもう30年前ですか、20歳の時に演劇というものがなんか面白いかどうかも分からずに、とりあえず大学のサークルで入ってみたわけですけど、その時に見たのがまさに前さんもお出になられてましたし、 B 作さんがお出になられてましたショーマストゴーオンの再演でございました。こんなに面白いものが演劇の中にあるんだと思って、それから三谷幸喜さんっていうのが本当に憧れの人になりました。ただ北海道でただただ演劇やってただけだし、バラエティ番組しかやってなかった私が一緒にお仕事をできるとも思わなかった方でありましたけど、今何本もお仕事をさせてもらえるようになって、こんな本当に夢のような出来事ではあります。源頼朝をいただいた時には私は本当に不勉強で、本当に鎌倉幕府を作った人ぐらいしか知らなかったもんですから、三谷さんから今度は頼朝ですって言われた時に、あ、かっこいい役です、ありがとうございますって言って、で放送が始まって、脚本を読むにつけて、こんなひどいことばっかりする人だっていうのは知らなかったものですから、私もそれは小栗君のおかげでもありますけども、昨年は全部大泉のせいというのがどこに行っても言われてしまいまして、私が今回の鎌倉殿で一番印象的だったのは忘れもしない15話で、私が佐藤浩市さん演じる上総介を殺した回でございました。あの時にうちの娘が小学校5年生で、とにかく鎌倉殿が大好きで、毎週楽しみに見ていた娘に、私がその放送が終わった後に仕事から帰ってきたら玄関に駆けつけまして、パパ何やってんだよと最初私も意味がわからなくて、どうしたダメだよあれやとどうしたの、上総介殺しちゃダメだよと、しかもさ上総介さ、いや殺すのもあれだけど、あのあとさ上総介がさ、なんか文字の勉強とかさしてさ、あれは三谷さんひどいよと娘が私をおもんばかってたのが大変印象深く、受賞のお祝いなんです。あ、そうですか本当に素晴らしい台本でありましたただ私はそれで本当に日本中から嫌われる羽目になりまして、ある山梨に日帰り温泉に行った時にも、ちょっと年配の方でしたけども、あら大泉さん、私ね鎌倉殿みたいなあんた嫌いになっちゃったって言われたこともありましたそんな時に三谷さんは私に短いメールをくれまして、
15話が終わってやはりあなたは日本中から あの嫌われ者になってしまいましたね、でも僕は大好きですとあのメールをいただいたのが本当にあの救いでございました。私はあの大学の頃からずっと三谷さんの作品を正月とご恩以来見続けて、もう王様のレストランも楽しませてもらって古畑も楽しませてもらってもうずっと見てきた、20歳ぐらいからはずっと三谷さんの作品で育ってきたし楽しませてもらってきたと思ってます。おそらく私のように思っている人があの日本中にいるのではないかと思います。あのもう本当におめでとうという気持ちも込めまして、私は日本の私のような人たちを代表しまして本当に今までたくさんの作品を本当にありがとうございました。